はい、今回はですね、ようやく出来上がりました。岩礁技船ロット。こちらが少し、在庫が出来上がってまいりましたので、発売開始とさせていただきたいと思います。これの特徴を、ちょっとご説明させていただきます。これも私のロットですけどね。まあ、こういったオールドタイプのリールだったり、まあ、トップロットなんです、まずね。で、こういった、オールドタイプのリールだったりを、この富士の、義徳グリップですね。義徳グリップと組み合わせて、セットで、竿になっております。このタイプ、まあ、グラスはグラスですけどね。グラスはグラスなんですけど、ちょっとパワー十分あります。だから短くして、まあ、ちょっと、車にちょっと乗っといて、仕事行く前にちょっとトップしたろみたいな。まあ、そんなノリのイメージで作りました。で、まあ、富士山のこの義徳グリップの、ボリューム、のタイプですね。ここのフードナットっていうのがスリムとボリュームとございます。それのボリュームの方が、僕はこの竿はちょっと太めなんで、ちょっと重厚な感じというか、しっかり強い感じがして、こちらがかっこいいな、という感じで、この、ボリュームのタイプとセットっていうので、岩礁技船ロットにしました。コルクと EVA。今、これは EVA ですか、ラバーですね。ゴムタイプになっております。これのコルクバージョン。コルクバージョンもございます。まあこんな感じでね、ちょっとコルクの方は白いリールをつけてトップで遊ぶか気分で。今日はこっちしようかな。今日はこっちしようかな。みたいな感じで遊ぼうと思って作りました。で、まあ、特徴的にはそういう感じです。短めのグラスロットになってます。で、大体渋さん、トップでよく言われるフルサイズって言われるところですよね。まあ、14、渋さんや14クラスのルアー、ちょっと大きめのやつでね、しっかり投げて、しっかりこう動きも見れるようなサイズの、ものを使えるような感じのロットになっております。特徴的にはそんな感じです。まあこだわった。あ、右手持ちやな。ところというか、こんな感じでね。岩礁技船読めますかね。え？左手持ち、右手持ちか。格子なかのか。すいません。これで読めるんじゃないでしょうか。岩礁技船。岩は岩崎の岩です。岩礁の章は羽ばたくとかね、こう飛び出すみたいなイメージのショーで、で、義船は、富士工業さんの義徳の義ですね。私も一になってます。で、最後はひらめき、岩かける技のひらめきっていうところで、ルローニケンシンの技は、技の名前をパクったという岩礁義船でございます。まあ、富士山のね、ロゴもいただいております。こんな感じでね、富士工業さんのロゴもいただいて、ダブルの M のコラボロットにさせてもらっております。まあ、主にバスを釣っていただけたらなって。ちょっと僕も、遊びで動画も、やったな。ライブやったな。ナマズ釣りとか、そういったルアーですね。ちょっと、大きめのルアーとか使いやすいかな。まあ、こんな感じで。かわいらしいポッパがおぼっとなってるロゴも入れときました。あ、こうか。で、日照機入れて、ちょっと、日本っぽく行きたいなと。夏ですからね、日本っぽく行きたいなと思っております。ぜひ、トクトリップラブと、琵琶湖と。で、ここはね、ちょっと僕、サオに最近、こうしたら、こうしたらいい？あかん？あかんか。ちょっと光って見えない。まあ、サオになんかメッセージ買っていただいた
お客さんになんかこう、前も、なんかの時で話したと思うんですけど、僕はもう竿を形にして、釣竿みたいなものを、まあ、形にして、これがまあ僕のメッセージですよ、みたいな、まあ、職人だったんで、まあ今も職人ですけど、メッセージっていうのは、こう、道具を作るっていうところだけだったんですけど、今それではメッセージ伝わらないので、こう、もちろんこの動画でも自分でこう、メッセージを出すことも必要だと思ってるのと、さをやっぱ見て、まあ、こういうロゴを見て、まあ、いいな、面白いなとか、かっこいいなとか、思いはあると思うんですけど、メッセージ、何かメッセージ入れたいなって最近思ってます。まあ、ウィードマスターは、ドントシンク、フィールって書いたのかな？ブルースリーの名言を取りました。考えるな、感じろという。まあそこら辺からちょっとメッセージを入れてるんですけど、この岩礁儀船には、まあ、トップで自分のやりたいことで釣るっていう、まあそういう竿ですよね。そういう竿地か釣り方なので、思う念力、岩をも通す。そういう、ことわざを入れさせてもらってます。まあ、一生懸命頑張らないと釣れなかったりだとか、今もこんなご時世だったりするんで、思うようにいかない。でも強い気持ちを持てば、釣れちゃうよと。思う念力、岩をも通すと。まあ、強い気持ちで釣りたいんだ、これで釣るんだと。まあ、そういう気持ちを持っていれば、きっとこれで魚が釣れると思います。まあ、そういうメッセージですね。まあ、それぐらい強い気持ちと、岩ぐらい硬いというか、継続性を持って、信じて使い込めば、きっと自分の思うような魚に出会えるであろうと。まあ、そういった思いで、作らせてもらいました。メッセージも入れさせてもらいました。岩礁儀船。岩礁儀船48でございます。長さは48。で、値段が安い。35,000円、税別。僕の竿にしたら安いです。だってこの富士工業の限定グリップがついてます。これをだけで17,000円プラス税。だから竿先もある。入れて35,000円ならば、限定でもう手に入らないこのグリップ、セットで、売っておりますので、岩礁儀船48、ぜひご購入して釣っていただければなと思います。同時進行というか先に竿ができちゃいましたけど、今ちょっとルアーの方もね、作っておりますので、またそれはそれで、形になってくれば、また発売したいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。今回はコルクバージョンとラバーバージョンで岩礁儀船6頭ですね、このツアイテム、発売となりました。うちにも在庫置いてますし、また近くのお店さんでまたなんか岩崎さん、岩礁儀船とかいう竿を作ってたし、みたいなんで、近くのお店さんで、僕と仲のいいお店さん、よく行かれる方は、あそこでご注文いただければ、暇見て持っていきますね、また。そこでも買っていただければな、と思います。うちはちょっと何本か出来上がっておりますので、ちょっと夏に遊びたいな、トップで遊びたいなという人はぜひご購入お待ちしております。岩礁儀船トップクラスですね、トップロックと出来上がりました。またこれでじゃんじゃんと、魚は釣れへんけどじゃんじゃんと釣りに行きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。